時にはこの息苦しさや虚しさを感じている人が必要に迫られて探索の旅を始めることもあると。そういう場合は現実の環境に疎外感や限界を感じるっていう形の呼びかけで声が届けられると。で、探求者は適応するのか個性を優先させるかっていうどっちかで悩むと、はい、そのままでは息苦しくてたまらないからだと、はい、にもかかわらず仲間や家族、職場のみんな、はい、学校のみんな、そういった環境に対してみんなを喜ばせたい、はい、そこにうまく適応すればなんとかなるかもしれない、いやみんなの欲求をに応えるのが先という気持ちが強く残っている、はい、ほとんどの人が承知しているのはこの何て言うんでしょう、暗黙のルール、世間みたいなものですかね、はいはい、のルールを破った時の報復ほど凄ましいものはないっていうのがどこかにある、はい、そこで私たちは普通の人というんですかね、はい、は権力者や同僚の人たちに気に入ってもらえるような形で旅を始め、経済的な成功や地位を確保したまま家族や友人に喜んでもらえるように歩み続けると、はい、この旅は本当なんですかね。まあだからこの入り口なんじゃないですか。この旅は本物かと。はい、どこを見てるんだ君は。はい、俺は。はい、はい、だがこの周りに合わせて生きているといずれは内側にいる本物の自分と周りから期待されているっていう周りからの期待に応えた行動が噛み合わなくなってくると、はい、ただまあこの本は優しいですね。この噛み合わせが悪いのは人間の成長にはなくてはならないものだよと、はい、まあ誰にでもあるよっていうことですかね。それは周囲に溶け込んでいるかどうかは他人とどれだけ似ているかという観点から定義される。逆に言えば個性というものは他人とどれだけ似ていないかという観点から定義される。ということは周囲に適合していない部分こそが私たちのアイデンティティ、私たちの自己ということになる。放浪の旅はあれをやってみよう、これをやってみたいという場当たり的な試みによって始まる。旗から見ればそれはなんかレールに乗ったものだよみたいな見える場合でも、はい、本人だけは人からは見えない個性の泉があるっていうことを知ってることもあると。また反逆者として現状に必ずと言っていいほど異議を唱える例もあると。こうした態度は通常自己という独自の感覚を失わずにいるためには表立った主張を続けていくしかないという考え方の表れだ。でもこれはどちらの側も実際は環境にコントロールされてしまっていると、うん、あ、はい、合わせているよって話ですね。まあ影響は受けてるって話ですか。そうなんですよね。この自己って急に言われてもさ、はい、なんか噛み合わせも悪いですよね。悪いですよねって言われてもあれですけど、あといやなんかバランスも大事じゃんとかさ、はい、ゴリ夢中ですよ。霧の中ですよ、はい、まあ、それが探求者なんじゃないですか。いやであとは、はい、これが本当の探求か、はい、でまた旅に出やじゃあいいのかっていう、はい、ヴィンランドサガっていう、はい、あれもユートピアを求める、はい、バイキングの土地、まあ、寒い土地の人が、はい、豊かな大地を求めて、はい、旅に出る話なんですけど、あれ旅に出てから、はい、基本いいことってあまりないですよね。常に死と隣り合わせ。旅に出なくてもですけどね。あ、結局ね、はい、旅に出なかった時は攻めてきたじゃないですか。そうですね、はい、なんでしょうね人生って。例えばこの現代社会でね、はい、まあ、現代社会じゃないかもしれないんですけど、この場で自分の本心を口にしたり、はい、本当にやりたいことをやってしまったら、例えば仕事とか、はい、家族とか友人とかを失ってしまうのではないだろうか、そんな疑問を抱いたことはある人はたくさんいるはずだと、はい、この探求者の予備軍の人たちは、はいはい、これは仕事や家族や友人たちからは得られないものに恋焦がれながら、それを追い求めるのであれば仕事や家族や友人たちを手放さなくてはならないと信じ込んでいると。場合によってはそうなることも考えられる。少なくとも一時的には…こ
心を開いて成長を遂げるためには慣れ親しんだ世の中や体験に別れを告げる必要があるからだと。だからといってそれに関わるコミュニティを二度と取り戻せないわけではないし、ましてやコミュニティの人々を物理的に置き去りにしなくてはならないわけではないと。自分なりの生き方、考え方を身につけるためには感情的な距離を置く必要があるということだと。多くの人々は自覚のないまま別れの道を選択する。私たちの中にいる探求者は孤立感によって一層刺激を受ける。私たちは配偶者や恋人に去られたり仕事をクビになったり組織に疑問を抱き始めたせいで規則に従わないなら出てけなんて言われたりすることがあると。さもなくては不健全な社会とか関係に恐れをなして自分を守るために自分から立ち去るっていうこともあるだろうと。そうした状況ではより戸惑ったり旅に出る準備ができてなかったのにっていう思いがより一層強くなるかもしれないと、はい、でもなんかまあ自分が望むものよりもそういう時に望んでいないものが明確になることも珍しくないと。それどころか自分の魂に徹底的に尽くそうとする時期に突入することがある。この段階では自分がいる場所を立ち去ることが人生最大のテーマになるかもしれない。新たな状況に遭遇するたびにその経験とか、まあ、出会った人とかその時にやった仕事とかが自分を満足させてくれるかどうかを見極めようとする。で心を満たさせてくれないものはまたそこに残して再び旅を始めると、はい、まあ伊伏正次がさよならだけが人生だ、はい、なんて言ったように、はい、まあ確かに旅じゃないですけど、はい、生きていくとあれだけ仲が良かった友達と会わなくなってはきますね、はい、大人にというか、はい、この今50になりましたが、はい、もうめっきり会わない友達は多いですね、はい、それも旅なのかもしれません。でもまあ置き去りにしたわけじゃないわけではないっていうところです。はい、別に会おうと思えば別にいつでも、はいはい、なるほど、まあ、学校を卒業して就職するみたいなのも旅なわけじゃないですか、はい、そうですね。そうすれば今まで一緒に通ってた人たちと別れることにはなる、はい、あれだけ高校で仲良く喋ってた人ともう二度と会わないってことがありますからね、はい、でこっちが旅ですよねそうです、はい、旅です、はい、で、次の章で出エジプトっていう回があるんですけど、はい、まあ、ここで言ってるのはモーゼの10回、はい、っていう映画をご覧になられましたでしょうかと、はい、でまあ、モーゼの10回じゃないんですけど、この出エジプト記はファラオとモーゼの関係の話をしていると。ファラオ、まあ、エジプトですね。ファラオは現状にとどまりたいっていう私たちの願望で、モーゼは私たちの中で芽生えたばかりの英雄的な自己を指していると。でモーゼは、エジプトを出てですね、聖地を目指すわけですけども、その中で出会うのって難関ばっかりなんですよ、はい、その途中でまた心でそういう聖地があるとかユートピアがあるって思い続けられる人はまだいいと、はい、その途中でやっぱり引き返したいとか、はい、旅ってそんなにうまくいかないんですよね、はい、みたいなことが書いてあります、はい、まあ、そうやってさまよっている時に、はい、まあ、いろんな感情が湧き起こってくる、はい、でこの段階では自我がいたはずの場所が空っぽになっていることに気づいて、あれ、はい、自分って何がしたいんだろうっていう見当がつかなくなることがあると、はい、旅に出てからね、はいはい、そんな時にできる唯一のことがさらなる新しいことへの挑戦であり、あれこれと試していれば何かが心の琴線に触れるものだと。学生であれば何気なく受けた講義が好奇心に火をつけるかもしれないし、なんてことが書いてあります、はい、空想の世界に注意を向けてみれば自分が求めているもののイメージが見つかるかもしれない。そのイメージは常に私たちの心の中にあると。不毛の大地をさまよっている時は自分はもっと大きな目的の旅に旅をしているという信念を持ち続け、恵みは天からもたらされるということを知っておくことが不可欠だ。時には本気になる手前で旅をやめてしまうことはあるが、でも実際にはもう引き返そうとしてもそれは手遅れだと、はい、そうなってしまった人間は探求者ではなくただの放浪者に過ぎないと。心を閉ざし親密な関係を恐れ深く考えずに因縁を打ち破ろうとする。ただそれは何にも依存せず人とは違った存在になり、ひたすら前に進み続ける、何かに深く関わったりっていう
そういう本物の絆を結ぶことはできないと。そういうさまよってて引き返そうとしてる放浪者の時に結婚したとしても、それはなんか本物のみたいなことじゃないみたいなことを考え始める。それどころか楽園で暮らしたい、せめてもう少しマシな生活はできないものかと絶望するせいで、なんか人生そのものが空虚なものに思えてしまうと。自分という人間や自分自身の旅に本気に取り組んでいない人間はたくさんいます。本気で生きてみたいと思うなら、放浪者として無意に過ごすのをやめ、純粋な気持ちで探求者を目指さなければならないと。その時が来れば探求者の旅はそれまでとは違う深みが帯びてくる。突如として本物の証を求めるようになり、自分に必要なのは単なる環境の変化、仲間、仕事、自分の居場所に関わる変化ではなく、自分自身が変わるべきだって、はい、変わることなんだと理解しますと。はい、気持ちの問題。いや、それって簡単に言わないでよ。気持ちの問題。ちゃうんですよ。はい。まあ、簡単に言えばそうなんですけど、はい、シンプルに言うと。はい。